しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日はメインアカウントに引き続きまして、こちらのアカウントでもペルソナコラボガチャを引いていきたいと思います。その前にですね、今こちら入っているダンジョン、ペルソナチャレンジ、まあ、チャレンジダンジョンみたいなやつでして、これクリアするとガチャが1回もらえるということで、まあ、ボスまで到達しております。ボス戦やっていきましょう。超根性に加えて無効化を張っているということで、無効貫通いきたいんですけども、まあ、ファスカとトーヤがこのパーティーでいうと無効貫通持ってるので、光が 1,2,3,4,5,6,7,8 か、1個足んないな。じゃあ銀蝶を使おうかな。あ、でも銀蝶のこのアシストのアキネがあと4ターンで溜まるんで、それ待ってもいいな。まあそんな感じで一旦じゃあ普通に行きましょうか。普通に行きまーす。普通のコンボで行きまーす。やっぱりオールマイトファスカさ、無難にさ、普段使いに最高だね。はい。もう、裏じゃない。修羅の限界も、エンデバー一旦諦めて、オールマイトファスカでやってみようかな。コメントでも来てたんですよ。ワンチャン、オールマイトファスカの方が、勝てるんじゃねみたいな。来てたし、僕もね、自分自身でもね、それは思ったりするんで、やってみようかな、ちょっと。まあ、惜しいところで2回ぐらい負けてますからね。エンデバーパーティー。もうちょっとね、アシストどうにかしたい気持ちあるんですけど、まあ今現状の手持ちだとね、ちょっとしんどいところあるんで、はい、一応ミニちゃん貼ります。まあ言うてあと3ターンでね、向こう外れちゃうんですけど、よいしょ。まあこのオールマイトファスカパーティーの火力をね、お見せしたいと思います。ミリオも溜まるの早いな、ほんと。アシスト、これ昨夜の武器なんですけど、溜まっちゃってますね。で、次、アキネ溜まって、まあ、オールマイトのスキルでいいかな。もうこれいいや、適当に、はい。はい、これで溜まったでしょ。はい、アキネオン。行きましょう。オールマイトも撃っちゃおうかな、オールマイトオン。私が来た。私が来た。よいしょ。僕のオールマイトファスカパーティーの肝というか、パヌマスです。前回なんだっけ、なんかの動画の中で紹介したと思うんですけど、あー、それこそあれか、ウラレッカイをクリアした時か。そう、これでね、デバフ食らってもこのパヌマスね、変身前だと2ターンで円波、攻撃円波の 2.5 倍がかかって、で、また2ターンで変身戻ってこれるんですけど、その時は半減のスキルをかけることができるっていう、超強いっすよ、マジで。てか、結果的にもう、無効化剥がれてるし。まあまあまあ、勝てば何でもいいんです、勝てば。じゃあ最後は、まあ、昨夜の陣で行っちゃおうか。闇なしだけど、昨夜の陣。あ、ここで覚醒無効大丈夫、ファスカいる。オッケー。トーヤもね、トーヤも個人的にめっちゃ好きっすよ。あ、これ昨夜でめっちゃ指伸びてるからあれだけど、トーヤも防御力激減と指かな。まあ、一応使っちゃいます。はい、そうっすね。これが2ターンに使えると、つえーよ、ほんとにつえーよ。よいしょ、よいしょ。待ちが微妙。はい、まあまあまあ、 L 入れながらこれで倒したしょ。6コンボ、オールマイト火力出てんな。はい、ということでガチャ行きましょう。さあ行くぞ。実はね、全く持ってないんですよ。このね、
まあ、東条さんだっけ名前、スキブ5のね悪魔キラーのすげえ子なんですけど、この子と、まあ、明智しか持ってなくて多分2回しかガチャしてないのかな。うん、なんで今回引けるだけ引きたいと思います。さっきクリアしたペルソナチャレンジの無料ガチャとログインの無料ガチャ、そして魔法石10個ということで、はい、無料配布分10個溜まっておりますので、石使って2回引いて計4回引きます。それでもうね、塩見さんマジで欲しい。今だからそのエンデバーパーティーでどうにか修羅をクリアしようとしてるじゃないですか。塩見さん超よくね、変身後攻撃キラーも持つからさ、あれでしょ、ミストルテインか、ミストルテインとかにも刺さるわけでしょ。で回復強化3つあってさ、割合回復もあってジンでさ、最高だよね。もう塩見さん一点狙いと言っても過言ではない。行きましょう、まずはログインから。さあ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 、ヒロアカである程度の神引きは見せたけれども、ここでうん、あ、新キャラ、新キャラの強い子だよね。キラー持ってて無効貫通あって消せないドロップも全回復できるの、これ星5ですからね、強いよ。しかもスキル上げしなくていいっていうのが楽。はい、ではペルソナチャレンジいきましょう。お願いします、お願いします、塩見さん。クマね、あ、クマはまああり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 、キュータン軽減、ミニーちゃんみたいなノリで使えます。さあこっから本番、石を使っていきましょう。いや、ワンチャンあると思うんだけどな、割と確率は高いんですよ。わかんない、体感、さっきメインアカウントで引いた体感、お願いします。塩見さん、塩見さん、ダイヤ、あー、かぶってない、かぶってない、かぶってないから許す。でもお願いお願い、本当にお願い、塩見さん、塩見、はい、終わった、着せ替えドロップ。あー、クマ、ここに来てクマかぶりか。ということでですね、私の所持ペルソナキャラがこんな感じになりました。まあ東条さんはね、確保しておきたいっすね、星5なんで、うん、割と入手しやすいと思うんで確保しておきたいっすね。いや、どうしようかな、これ交換無理かな。塩見さん結構、うわー、壊滅的、塩見さん結構ね使いやすいと思うんだよな、いろんなサブに入ってくると思うんだよな。まあ一応火光回復の三色陣がついてくるんで、そこを色邪魔しちゃうパーティーじゃなければ何でもいいんだよな。ワンチャンリーダーとしても、まあエンデバー持ってたらエンデバーの方がリーダーは強いと思うんですけど、うん、便利なキャラなんだよな、欲しいんだよな。どうしようこれ、ちょっとエヴァコラボ並みに石集まったら引いてみたいな感じになっちゃうかな。欲しさはちょっとここ最近で一番欲しいかもしれん。まあそれで言うと、エヴァコラボでですね、私めちゃくちゃ初号機を追った結果、どこだ、ここか、こちら、シンジ&レイをゲットしておりますので、これなんかもう一周回ってバージルパーティーありかもしんない。バージルパーティーね、今考えようとしてるんですけど、まあそのバージルにさ、めちゃくちゃいい相方というか、死柄木が出たじゃないですか。死柄木が出たことによって、まあ、シュラの適性というか、もうぐんと跳ね上がりましたので、それでもうシュラクリア目指すのもありかな。うん。シュラ何パーでクリアするか、今ちょっと候補いっぱいありますね。一つ目が、まあ、オールマイトファスコパーティーで挑戦してみる。二つ目、エンデバーパーティーで引き続き頑張る。けど、塩見さん欲しい。3つ目、帰ってきたバージルパーティーということで、フレンドさんの死柄木を借りて、適性はあるんでね、パーティーを一から考えて頑張ってみる。この3パターンで、まあ、シュラ狙えるんで、まあ、引き続きね、まあ、レベルも上がってないし、育成しながら楽しんでいきたいと思っております。どのパーティーでシュラをクリアするかは、ちょっとまあ、ね、またトライ&エラーというか、負けながらどんどん
調整してって感じになると思うんで、そこも楽しんでいただければと思います。パズドラ Vlog なんでね、なんかこう内容薄いよっていう日もあるかもしれないですけども、毎日パズドラを楽しんでいるっていうその様子を、リアルをお届けしたいと思っております。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。